はい、どうも、ケンニーです。よろしくお願いします。ということで、今回バンティラショーやっていきましょう。ということで、はい、てなわけでですね、今回なんですけども、まあ、レッドシャンクスが、まあ、復刻、まあ、機能してきたんですけども、はい、まあ、このフィルムレッド関連の復刻よね。そして、まあ、この超フェスとして、まあ、復刻も果たしていると、まあ、かなり今盛り上がっている状況なんですけども、まだまだ続くでしょう、さすがにね。うん、フィルムレッドの、まあ、このね、ベンベック、そしてヤソップも来たのであれば、そうだよね。このキャラクターたちの復刻も俺はあるんではないかなというふうに思っております。まずはこちらフィルムレッドのチョッパー、まあ、これのピックアップがされてくるやつがまあ来るんじゃないかなと、まあ、個人的には思います。まあさすがにここまでねレッド系を、押してくるんだったらまあ来るかなと、うん、でナミちゃんね、まあこれ俺100じゃないから正直俺的にはマジで来てほしい、キャラクターですね。はい、そしてこちら、はい、フィルムレッドのウソップですね。はい、まあこのキャラクターもね、まあシャンクスキラーとしてね出てきたから、まあシャンクスが復刻してきたので、まあちょっと頑張って、復刻してほしいキャラクターでもあるかなというふうに思います。そしてやっぱり気になってくるのがこのキャラクター、フィルムレッドのウタですね。はい、まあこっちの方がまあ圧倒的に強かったかなと、まあ個人的には思うんですが、うん、まあね、今回の青ウタちゃんもまあ来てるところなんで、まあどうなんだろうね、ちょっとわかんないところでもあるんですが、まあまあさすがにフィルムレッドの、波が完全に今来てるので、ウタちゃんも最終的に復刻してくるんではないかなと、まあ個人的には思ってますね。まあなんで、まあ復刻してきたら復刻してきたらね、ミッションとかまたログインボーナスとか追加されるんで、まあこれはしてほしい。はい。そして、まあ、気になってくるのが、8月16日。そう。一応ね、ガチャの切り替えも、8月16日で切り替わってる、ところがあるんですが、はい、それがですね、こちらの、光月おでんですね。はい。これが、8月16日に終わってくるので、8月16日といえば、そう、誕生日の、はい、まさよしくん。はい、そうですね、このマサヨシがまあ復刻してくるんではないかなと。はい、もうやばいね、やっぱ超フェスがいっぱい出てくると復刻がもうドラララって続いてくるんで、まあ欲しいキャラクターとかねしっかりと自分の中で決めておかないとマジでダイヤがすぐ死んでしまうんで、ぜひともそこは気をつけてください。はい、ということでですね、まあ今回、まあ今後ね、復刻ラッシュまだまだ来そうな、予感があるので、ぜひと皆さんダイヤね推しキャラのために貯めていきましょう。いてカイドウがいるといった形、いやーこれちょっとカイドウに裏来られて荒らされまくるの嫌だな。うーん、ただちょっとキッタンドローをまあちょっと檻に守ってあげるみたいなちょっと感じのことをできたらいいんですが、まあとりあえず最初に、はい、バフ、防御力上げていきたいんで、さあ防御力が上がっていけば結局ローの方のね、パンクチャービレは全く食らわないしから結局気をつけるのはキットのスキル1になってくるからね。まあ、そこ気をつけていき、あーいやいっす、オーケー。さあさあさあ、まあ、とりあえずいきなり使わされてしまったが、まあそれなりに防御力上がったんちゃうかな。さあちょっと待って、ここ、とりあえず吹っ飛べ、オーケー。なん誰か吹っ飛んだはい、ワン、ツー、オッケーオッケー。ちょっと待って、これ、裏飛ばれるわ、裏飛ばれる。うん、ちょっと待って、一旦バック、バック。さあ、ちょっと待って、やばい。敵の猛攻撃受けてる。えぐいな。いや、これ、全落ちするわけにはいかん。で、いや、オッケーオッケー。いや、これ、逆にカイドウも、もう、嵐に回れるぞ、後ろ。いけるいける。よしよし。いや、いいよいいよ、もうここほっといて。はい、ここ、オッケーです。ワン、ツー。んで、からの、はい、竜王で、オッケー、回復していく。さあとりあえずここは守りきれた。そこどうだろう。いや倒したか。いやナイス、いいねいいね。さあでもまだキットが残ってる。さあ味方のカイドウは飛んでった。うんで、いけるか。あ、オッケーオッケー、ナイス竜巻。さあまあじゃあここで待機しながらいろいろ待っていきたい。いやーわちゃわちゃしてんな。いやカイドウ、いやキット、おいキットアンドロー出せ、キットアンドロー出せ。ちょっとまだや何もやってねえ。あ、ごめんごめんね。全然取ってよかった。俺が取りに来たから、いや、いいっすよ、みたいな感じで言ってくれる優しいキングなんですけど、俺、ディフェンダーっす。敵に取られるなら、俺が回収しようっていう精神がちょっとあだになってしまった。すまぬ。じゃあ、ちょっと待って、あそこにいるんだけど、あそこ取れそう。オッケー。じゃあ、ちょっと待って、ブーストかかるから、
同時に。ちょっと行こう行こう。やめて、あっちに行かせてくれ。くっそこいつマジで、うん、いやちょっと待って、お前いけるいけるいける、よしよしよし、これいけるいける、見て、いや、あーヘブンリーボーボーに邪魔されたけど、まああんだけ削れちゃうよ、えぐない、えぐいでしょ。うん、で今多分スキルの最後の吹っ飛ばしで多分やれたと思うから、さあまあちょっと待って、はい、いやワンツー、いや回避しないかよ、オッケー、うん、でまあとりあえずもう体力はほぼマックスなんで、ここは負けるわけにはいかん。さあ、あ、退治してくれる、じゃあちょっと待って、 上やばいよね、上やばいからちょっと上行くわ。さあちょっと待って、ここ誰だ、いやーかす無敵あるカイドウか、うわー後ろからか、いやでも無敵出た、ナイスナイス、あ、これは守れる、余裕でいける余裕でできる、さあオッケー、はい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 、オッケー、バイバイと。さあで真ん中守れたらもう勝ちかな、あーやばいやばい、後ろ、やばい、いやナイスロー、いいね、いやありがとう、もっと可能性を、もっと素晴らしい映像をみんなに見せたいと思って、はい、がっつり寝ちゃいましたマジで気づいたら朝でしたね、今急いでリーグ行ってますちょっと待って終わった、気絶から目を覚ますな、それは良くないな、ただまあこれは喧嘩売られてしまったので、はい、これ多分オニルフィーだったら取れるとか思っちゃったり、オッケーナイス、はい、してるのかな、もしかして帰り討ちに会うのは、そうです、あなたたちですよ、さあちょっと待って、あ、俺でしたいやでもマジでキッドのスキル以外マジで死なないから、これガチで死なないんで、はい、ああさあ回避使った、そら当たんない、大丈夫、はい、オッケーオッケーオッケー、はい、これね、はいはいはい、もう、これで起き上がりざまに竜王ね、はいはい、これ引っかかるんで、はい竜王、あ、オッケーでこれでもうミリでしょ、でこれ2体目、オッケー、ワンツー、あー、それは当たる、でも全然食らわん、今200、300とかぐらいじゃなかった、うん、ちょっと待って、マム、ちょっともうそこまでさすがに削ったらいけるから、ちょっと待って、後ろ行きたい、うん、マム頑張れ、さあ俺も頑張るわ、こっち、よしよしよし、2人で守ろうぜ後ろの旗を、さあちょっと、おいよい、うん、マムごめんまあ、ワン、ツー、ワン、はい、からの、はい、竜王、はい、オッケー、いってらっしゃい。さあ、じゃあ、ここはね、しっかりとやっていきましょう。はい、はい、はい。で、オッケー。で、ワン、はい、ワン、ツー。うわ、パンクチャビレか。さあ、じゃあ、もう、とりあえず、ここで、もう、これ、打っちゃえばいいよね。パンクチャビレないもんね。よし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 。はい、はい、2体撃破。2体撃破、これ。これですよ、皆さん。いやいや、まだ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 軽いよ、いけるよ、昨日しっかりとネタ分をやりますよと、うん、いうことで、まあとりあえずね、味方ゲットエネアがこれピンチっすね旗抜くやつおらんな旗抜くやつおらんな、この環境でちょっときついな、ちょっと待って、ここ行く、さ、い、あ、痛い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 、そうだ、ユメルフィーのゲッターモードが、頼む、この間に、いや近づいてくるな、どう止めろ止めろ、オッケー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 、今、あ、くそ、なんかおる、頼む、オッケー、ナイス、ユメルフィーいいぞ、いけいけいけ、よーナイスガトリング、いいね、さあここの守護神と貸そうか、うん、これでもう俺はここ完全に守ります、はい、スキルも溜まるんでね、もう大丈夫大丈夫、あ、オッケーオッケー、はい、ローね、はいはい、はい、オッケー、いきなり竜王、はい、オッケー、んで、はい、オッケー、いや、これ行くんじゃん、これ行っちゃうんじゃない、ちょっと待って、マム、裏は、裏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 、マム、こっち込んで、なんだ、この、てん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 、はんにょー、はんにぐんにょー、くん、間に合わん、はんにょー、なんで、はい、それではですね、ちょっと負けてしまったんだけども、ちょっと次ね、ちょっとやっていこうと思ったらですね、いやもうさっきの試合でちょっとキッド&ローをちょっとやりすぎてしまって、そうですね、敵さんにキッド&ローがいなくなってしまいましたね。これはマジで環境壊しましたね、オニルフィもうシステム上ビビって、やっぱキッド&ローはちょっと敵に来なくなってしまったっていうね。それぐらいのちょっと影響力ありましたね、さっきのキルは。はい。で、一応ね、練習でも30分ぐらいオニルフィ、ちょっと使ってやってたんですけど、いや、一回も今の通りやられたことないっすね。
はい、それぐらいマジで強い。さあ、でとりあえずこれ、あー入れていくよ。 OKOKOK。 はい、これでしばいていく。でここ取れるでしょ。んで防御力も結構上がったんちゃうかな。さあで、あ、これちょっと邪魔しちゃうかな、あかんな。はいはい、ワン、オッケー。よしよしよし、もう大丈夫でしょう。さあ、メザホ出た。さあ、で、ここで、はい、終わり際。さあ、あれ、いやー、待って、出てない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 、気持ちは出てない、気持ちは出てないのに。はい、さあ、2人吹っ飛ばす、ナイス。んで、ちょっと待って、これはさすがに、ちょっと待って、いや、いける、頑張れる、頑張れる、よし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 。うんで、ナイスナイス、クラッシャー、うわ、クラッシャー当たらんか。んーで、はい、ちょっと待って、こっち、俺向け、俺の方、オッケーオッケーオッケー、はいはいはい、俺の方向いてくれたらオッケー。んーで、はい、ワン、はい、ツー、はい、スリー、オッケー、ナイス。で、もうこれいきなりガトリング、はい、これでマム2体目ちゃうかな、いけるやろ、オッケー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 。さあ、とりあえずもうマムをもう簡単に枯れてしまうこのディフェンダーよ。意味が分かんないからね。ディフェンダーを狩るディフェンダーって。さあ、よし、危ない、オッケー、ワン、ツー、はい、からの、あ、二人とも吹っ飛べ、オッケー。で、はい、それは当たらん、オッケー、ワン、ツー。で、ちょっと待って、いやー、ちょっと待って、まずキングやな、ゲッター足止めたい、足止めたい、よし、からの、オッケー、いったいった、やめて。いやー、オッケーオッケー、まあ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 、いける、あー、でももうミリだからね、もう大丈夫ですね、そんなに追いかけ回す必要もないかな。さあ、あとは守りきったら勝ち、まあもう多分大丈夫だと思うな。キング、あ、今1枚落ちた。で、あとこのミリのキングと、あとアタッカーとマムでしょ、これはいったやろ、もう大丈夫やと思うな。で、さあ、ゾロが出てきたんで、まあ、あとそこを守りさえ、あ、これももう心配ないですね。さあ、裏も倒してくれた、オッケー、よし、もうこれは勝ったっすね。オッケーオッケーオッケー、はい、竜王を飛ばしていく。はい、もう多分、瞬殺はされないんで大丈夫です。あ、硬っ。オッケーオッケー。よし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 。いや、いい試合だったんじゃないかな。オッケー、ありがとう。